ポーランド国鉄65号線は、ポーランドで後期で最長の鉄道路線である。この路線と国境付近の非常に短い路線を除いて、ポーランドの鉄道は標準機である。路線は、フルビエ主府の東にあるポーランドとウクライナの国境からスワフクフまでの約400キロで単線で、主に鉄鉱石や石炭などを輸送する貨物線である。 旧ソビエト連邦に基づく広域ネットワークの最西端である。1970年代、カトビチェ製鉄所は最も繁栄し、大量の鉄鉱石を必要とした。主な原料がクリボイログ近くの鉱山にあり、そこから鉄道輸送により、ポーランドのメディカ、プシェムイシル、タルヌフを経由して、ヤボジュノの出作場に搬送されていた。しかし、この路線の輸送容量は、 不足していた。ポーランド国鉄は二つの計画を検討した。一つ目は、より多くの貨物を運ぶことができるように既存の線路を近代化することであった。二つ目は、国境を越えて輸送を容易にするために新設の後期の路線を建設することであった。検討の結果、校舎が採択され、ワルシャワにあるクブシップブックによって設計された。 技師であった、ヨゼフ・スカープスキーは、ジェネラルデザイナーであった。設計局21局、地質企業八社、技術大学三校が、プロジェクトに参加した。この路線は1979年に開通し、ソビエト連邦からの鉄鉱石の輸入と石炭と、硫黄の輸出に使用された。共産主義の崩壊と1989年の経済変化の後、交通量は大幅に減少した。 2020年1月5日、中国からの初めてのコンテナ貨物列車が中国の西安からロシア、カザフスタン、ウクライナを経由する 9477km の路線を12日間走行した後、この路線を走行してスワウ交易に到達した。路線を担当する会社は中国との定期的な接続が確立されていることを期待しており、 その後期の路線がポーランドとウクライナ間の国境の迅速な通過を可能にしている。65号線を走行する ST441970 年代、名称はリーニア・ハニックス・サーカビで、略称は LHS であった。しかし、ポーランドと旧ソビート連邦との異様の輸送は廃止されたため、1990年代に異様の部分を削除し、 リーニア・ハニックス・セラコトレビに解消された。略称は引き続き LHS である。ありがとうございます。